前田殿も。毎度岩本でございます。今回の動画は6月11日、エスコンフィールドで行われました日本ハム対阪神の3連戦の3戦目お届けしたいと思います。結果1対0のタイガースの勝利、ファイターズは1対0で惜しくも敗れてしまったと。スーパーロースコアやね。でもその中でもロースコアである試合だけども、めちゃくちゃカロリーを使った試合だったのよ。痩せたんちゃうかわしっていうぐらいカロリー使ったんかな、1回の表裏ね、北山と佐伯の、投げ合いだったんですけども、2人とも、北山も最近調子上げている先発ピッチャー、佐伯に限ってはもう先日甲子園でロッテの佐々木朗希と投げ合って1対0の完封勝利よ。うん、それだけトピックスを持っているピッチャーの投げ合いで始まったんですが、お互いの先発ピッチャーが今日コントロールに苦しんでたという話。まずファイターズ北山からいきますとね、2回の失点はワンアウトから前川がスリーベースで、渡辺亮がセンター前タイムリーヒット、まさかの移籍した、ファイターズからタイガースに移籍した、鍋亮の、先制タイムリーで、ゲームが動き出したということなんだけども、その後ね、その後3回フォアボール3つ、そして5回にはフォアボールまた3つ出して、結局交代、北山5回投げきれずと。でもフォアボール出しながらでも踏ん張ってるように見える北山だけども、終始ボールも高く、なかなか制球に苦しみながら、キャッチャーマルチネスもどうやって北山を輝かそうかすごい迷ってたと思う。タイガース打線の嫌なところを攻めながら、塁にランナーを出したくないプラス、北山をどんどん調子上げながら、やっぱ7回8回ね、もう最低でも7回のマウンドに立ってもらう、そういうコーディネートを描ききれないまま苦しんだバッテリーがそこにいたと思うね。今日のファイターズのピッチャー陣で言うと、リリーフ陣、福田、杉浦、宮内、川野、池田と、よう頑張ったわ、フォアボールこそ出しましたよ。先発ピッチャーとリリーフ含めて10四死球、9つのフォアボールと1つのデッドボールだったんだけども、でもホームベースを踏ませていないというところにね、何ら落胆することはないと僕は思います、それは今日ヒットこそ4安打に抑えたピッチャー全員ですけども、フォアボールとデッドボールで10個、9つのフォアボール1つのデッドボールは、これ結構ウエイトがずっしりなんですよ。なので今日はカロリーを使ったゲームだったねという話なんですよね。マルチネスが一番カロリー使ったんじゃないの、ランナー抱えながらでもよく踏ん張ってたもん、ピッチャーをよくリードしてたわ、その中でもね、先日1軍に上がってきて今シーズン1軍の初マウンドとなった福田卓、2アウト満塁、ただの2アウト満塁じゃないんですよ、そのランナー全員フォアボール、北山がまさかのフォアボールフォアボールフォアボール、2アウト満塁のランナーみんなフォアボール、これ最悪のシチュエーション、言うたら絶対絶命のところに今シーズン初登板の福田ね、ほんでまたね、何をだか3ボールスタートやわ、絶対絶命プラスアルファわっしょい、さあどうなるのかと、ここで福田卓開き直ったね、もう真ん中めがけてどんどん、真ん中めがけてちょっと角度ついたのがコーナーいっぱいのストライクになり、最後ハーフスイング誘って、今日ヒーローになったナビロだけど、5回のここ一番では福田卓が三振奪ってるっていう話やんかなあ、まあそうやって苦しみながらでも結果スコアボードに1点しか掲げることができなかったタイガース、1点でどうにかしのいだファイターズのバッテリー、今日はマルチネスの粘りを僕は称えたいと思いますな、そして打線です、打線、今日一番に氷が入ってましたね、だから氷がもう2安打ですわ、やっぱ元気なそのバッターが一番バッターとしてバッターボックスに入り、やっぱ元気な姿を、成果結果と出してくれたと思うんですよね。で今日ねファイターズも結果5安打なんですけども、これタイガースもファイターズも同じくもう1本欲しかった、それぐらいとってもしんどい試合だったんですよ、さっきはカロリー使ったゲームって言いましたけど、これバッテリーの話で、打者に関しては1回もいきなり氷のヒットから始まったんですが、最近抑えられた、今日最近もボール高かった、
調子がそんなに良くなかったんですよ、うん、そして、2回はランナーいたけどもライナーバックできずにダブルプレーがあったりとか、3回には送りバントが失敗するとかね、1塁2塁からバント失敗、ピッチャーショーフライになった、うん、ヒット打ったけど郡は細かいプレーが結果につながらなかった、で細川三振、加藤豪介が、ファールフライに打ち取られるとか、なかなか次の一手が好結果につながらなかったという現実があったね。できたよ、あの6回、うん、郡からヒットよ、で今度細川の送りバントフライヤー、うん、作戦をなかなか一つの作戦が小さなチャンスを広げる作戦が決まらないので次の作戦に打って出れないファイターズがいた、うん、でもねノーアウト一塁がバント失敗、でも加藤豪介がひらめきだったのかな、何だったのかな、サード前にカーンセーフティーバントよ、綺麗に決まったんかな、うん、これでワンアウト一塁二塁で4番絶好調の万波、うん、期待を寄せた寄せた、うん、バットの出がいい、でスイングも速い、もうそこでカシャーンと打った打球がショート正面だわ、こんなことあるんやね、ほんと角度によってはこれタイムリーヒットになってたような当たり、ただただ打った打球が野手の正面に行ったと捉えてもいいんじゃないかな、うん、でもそこに打たせた才木がいるとも言えるし、これはね結果の中で悔しい思いをしたのがファイターズ、そしてよっしゃとお得感たっぷりなのがタイガースと、これ明暗分かれた、6回の裏のファイターズの攻撃だったね、うん、その後結果ね才木が7回を投げ切り、そして 8回には岩崎が出てくる、これ岩崎出てきてもねいきなりピッチャー前のゴロ、代打松本剛が打ち損じたわけよ、うん、だピッチャー岩崎が取れない、結果エラー、こんな美味しいランナーの出方ないんですよね、さあその小さないただいたでもあろうチャンスをどうやって生かすのかと、江越代打ピンチバンターやん、しっかり決めたやんか、ぐらーっと盛り上がったやんかね、でも百戦錬磨の岩崎はねこう粘りきるんやもんな、ショートゴロで松郷はあれはね、まあ、バウンド的にも微妙な打球だったんで、あれは戻っても厄介だし、もうどうせだったら挟まれようになったんだと思う、うん、ちょっと両方アキレス腱に不安抱えてる松郷も必死でそれを、カバーしながら打者走者を進めようとしたんだけども、タイガースの内野手も結構強いね、脚力も強いね、うん、タッチアウトとなってそのチャンスが広がりきらなかったと、で今日スタメンから外れてたもう松郷、江越、ほんでここにも野村が出てきたりとか、あの終盤に来て相手もピッチャーが交代、左ピッチャーが出てきた時に今日ベンチスタートの右バッターがどんどん出てきて、うん、一発も考えられるその打者たちが襲いかかったんだけどもなかなか崩すことができなかった、そんなゲームの流れだったんですよね、うん、で何度も言いますよ、リリーフ陣たちがね、福田が炎の一つのアウト、ツーアウト満塁から、で杉浦、宮内、で川野、池田と1イニングずつしっかり0点、フォアボールこそ出したピッチャーいるけども、うん、しっかりと、0点をね、スコアボードに掲げてくれた、みんなランナー抱えたよ、みんなランナー抱えたけど、ホームベースを踏まさなかった、そのあたりは粘りの効いた、踏ん張りの効いたピッチングと言えるんじゃないですか。で9回の裏、抑えの切り札、湯浅。タイガースの強さは最近セーブシチュエーションで結果を出すことができてなかった、そのピッチャーに対して一人のランナーでもっていうところやったんですよ、ツーアウトランナーなしからこれマルチネスはボール選んだやんか、うわほんでまたハンソンがセンター前で一塁三塁や、あるよあるよ、放送席座ってて去年のように一塁三塁の何かマジック起きるかな、んそういう奇策が出るかなと思っていたら、やっぱバッターボックスの並間に気分よく出せたかったんやろうね、ベンチとしては、うん、そういう奇策よりも、奈良間にかけたファイターズ事情があったんだけども、結果湯浅が、その奈良間を抑えてセーブを取り1対0スーパーロースコアのゲームがタイガースに野球の神様微笑んだという結果ですわ、うん、いやほんともう一本やったね、うん、そういうシーンが多かった、これねタイガースもファイターズもあとの一本が欲しいというシチュエーションが何度も何度もやってきた、そういった意味では僕も放送席でコメントも同じようなコメントばっかり、発してしまったし、お互いのチームがカロリーはよく使ったけどスコアボードには反映されなかったずっしりゲームになったということだよね、うん、まあこのゲームをねまあタイガース的には、その3連戦3連敗を避けた
1勝2敗にどうにかしのいだというカードになったし、ファイターズとしてはタイガースに3連勝を目指していたけども、結果最後星を落とした。これね、気持ちの持ちよう。タイガースはポジティブに捉えれるでしょうね。3つ目3連敗を逃れたと。でファイターズもこの3戦目落としたけども、カードしっかり勝ち越したじゃないかと。その前のカープ戦は3連敗ですよ、うん、その同じ球場で戦う今セントラルリーグの首位を走っている阪神タイガースに対して2勝1敗、しっかり勝ち越せたじゃないかという、心の置きどころで次のカードに挑んでいただきたいですね、うん。横浜でベイスターズで、その後には、名古屋でバンテリンドームで、中日と戦います。そこでね、またまたファイターズのね、意気揚々とした姿を期待したいと思います。毎度お気に、おっと言い忘れてた、今交流戦6勝6敗の5割か、まだまだ優勝を狙いますよ、うん、優勝賞金3000万狙いますよ。浦和さんを潤わしてください。その向こうの家族の方を潤わしてください。ベイスターズ戦、ドラゴンズ戦、ロックオン期待してます。毎度お気に。